小さな変更で済んでよかったよ。あれなら君の手間も少なくて済みそうだし。ありがとう。悪いな。それでこれからはどうする？俺は次の打ち合わせがあるからそっちへ回るけど。わかった。じゃあ気をつけてね。すみません、付き合っていただいて。いえ、ミクさんに頼まれれば嫌とは言えませんから。そんな、レイさんにそこまで言ってもらう資格は私にはありません。そんなことないですよ。ミクさんが笑顔になってくれるなら僕にできることは何でもします。レイさん、とにかく弱気になっちゃダメですからね。諦めない限りチャンスは来ます。少なくとも僕は信じていますから。ありがとうございます。そう言ってくれるのはレイさんだけです。あっ、すみません、今、私…いいんです。それじゃあ、ミクさん、そろそろ行きましょうか。あれ？何やっているんですか？そんなところで。こちらの方は？この人は夢色カンパニーで座付きの脚本家をしている人ですよ。それは気づかなくて失礼いたしました。ミクさんはうちの広報スタッフの一人なんです。イベントなどでは司会をしてもらうこともあります。僕、今日はこの後こちらのミクさんと予定があるんです。せっかくお会いできたのにすみません。それでは失礼します。